はね、湘南で生まれてきた。ん？そんなの聞いてねえよ。ごめん。いやまあ今回ね、ちょっと初めてのライブなわけなんですけど、早速ね、今ちょっと入ってる曲ね、歌っていきたいと思うんですよね。うん。あー、今そうだね。うん。今ちょっと履いてるズボンがちょっと、まあこんな感じなんですけど、なんで赤いのって。多分、私のチャンネルよく見てくれた人は、赤ってあんまり着ないなってイメージある方多いんですよ。なんで赤着んの？それは簡単。リサちゃんのフレンで歌うからだよ。あっ、煙らしいね。いやー、皆さん、リサ好きって人、拍手！オッケー。よし、皆さんは、じゃあ、こうしましょう。皆さん、リサ好きって人、手挙げて。オッケー、みんな咲いて。じゃあ、皆さん、逆に、リサなんか好きじゃねえよっていう人、手挙げて。オッケー、みんなそのまま。ではね、そんな私もね、リサさん好きなんでね、今回はリサさんをリスペクトして、ある曲を歌いたいと思います。聞けない。グレンデ。強くなれる理由を知った僕を「困らぬ心震える手を取りたいのがある」「それだけさ夜の匂いに」「空に何でも変わっていけるのは自分自身だ」戸惑う心が写真だけで登らないものがある。わかってるけど地面から絡まって愛出てみる全部出ます。一体のないように歩いてる最低限が恥ずかしい。頑張り信じ詰められたそれだけの道も本気の僕だけに誰かのために強くなれるなら、ありがとう、優しみだ。
開く。